今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は28日に、幼稚園であるごっこ遊びの、今日はリハーサルを年長さん行っていきました。ホールとか、あとは各お部屋に分かれて、その自分の担当 の、 その今回オリンピックのテーマなんですけれども、そのね、ところでいろいろシミュレーションっていうかリハーサルをするんですよ。お客さんが来たらまず何て言うのとか、あと来たらシールを貼ったりするんですけど、そういう役もちゃんと決めて、ここにシール貼ってあげるとかで、ゲームをする時にはこういう説明をしてあげるっていうのをやってたんですけれども、小さい子はもしかしたらほら泣いちゃってたりとか、そういうのでこうもしかしたらこう聞けないお友達もいるかもしれない、そういった時はどうしたらいいかなって言ったら、じゃあ大きい声で説明するとか、あと優しく言ってあげるとか、心配しなくても大丈夫だよ、一緒にやろうとかっていう声が子供たちから出たんですよ。で、そのやっぱゲームにはルールがあるじゃないですか。で、そのルール、もしかしたら年少さんとかはそのルールがこう分からなくて間違っちゃうかもしれないっていうのも子供たちから出て、じゃあその時はどうするっていうふうに聞いたら、もう一回やっていいよとか、本当はこっちで待ってなくちゃいけないけど、じゃあそのまま続けていいよとか、優しく言ってあげるっていうのが子供たちからそういうのが出て、すごく感動しました。私はずっと年少を受け持っていて、もう毎年こうその子の年中さんの様子、年長さんの様子って見てるつもりなんですけれども、やっぱこういう場面で一気にその何もうすっすごいかっこいい成長がすごい感じられて、年少さんの時はあんなだったのにもうこんな風にできるんだっていうのがもう今日はひしひしと感じて、もう私も他の先生たちもそうですけど、ごっこ遊び最高なものにしてあげたいなって思う一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。